朝、起きるのが辛くなったのはいつからだろうか。新しい朝が来た。希望の朝だって言うけど、今の日々に新しさなんてない。今日もきっと学校に行って適当に講義を受けて、終われば帰宅してお風呂に入り、ご飯を食べて寝るんだろう。今日も何も変わらない一日が始まる。人はなぜ夢を見るのか。一説には記憶を整理するためだと言われています。一見何の関係のない夢でも、見ることによって記憶の取捨選択をしているんです。記憶の取捨選択といえば面白い話が一つ。人は嫌な出来事や失敗した時、それを無意識に忘れようとします。皆さんにも一度は経験があるでしょう。実はこれは人特有なものなのです。忘れることによって嫌な気持ちにならなくて済む。ただその出来事を忘れるということは、そこから何も学ばないということなんですね。記憶の改ざんはリスクもはらんでいるんですね。そして最近の研究で分かってきたことなのですが、辛い出来事そのものを忘れやすいのですが、そこから生まれた感情は忘れにくく、心の奥底に残っている。また途中で寝ちゃったよ。ひで、ノート見して。はい、ちょっと寝たけど。ちょっとって、今日の分日付しか書いてないじゃん。さあ、最近ちょっと悩んでることあって、寝不足でさ。何悩んでんの？人一倍って言葉あるじゃん。人一倍頑張るよとか。うん、あるね。あれってさ、人よりもめっちゃ頑張るって意味だよな。そうだと思うけど。なんかおかしくね。いや、人よりも頑張るのに人一倍だぞ。一倍だぞ。まあ普通じゃん、平均じゃん。別に頑張ってないじゃん。まあ確かに不思議だな。え、もしかしてお前それずっと考えてたの？もう一度気になったら俺もうダメなんだよな。昔からそうだよな、お前。そうなんだよ。え、つまんなかった？少しね。ああ、そっか。じゃあこれはどうだ？ドラえもんっているじゃん。うん。あいつなんかポケットからこういろいろ出してくるな。あいつって、まあ出すね。え、何を出す？え、秘密道具？そうだよ、なんだよ秘密道具って。秘密のくせにバンバン使いすぎだろ。秘密にする気あんのか。この間調べてみたらさ、秘密道具大百科ってのがあってさ、おかしいだろ。いや、秘密にしてるものをまとめてる本があるんだぜ。いや、これはもう矛盾だよな。落ち着け落ち着け。とりあえず分かったから。お、悪い、抱えてたものを全部出しちゃった。でも、もうすっきりしたぜ。お前の最近の悩みはそれ二つだけなのか。幸せだな、ジンタ。話聞いてくれたお礼に、なんか俺も話聞いてろっか。お礼の悩み？ほんといろいろあるんだけど、水曜のドイツ語テストとか、実験レポートとか、サークルのこととか。相談するようなことだと最近毎日つまんないんだよね。今の生活に慣れてきちゃったんだよ。刺激が欲しいっていうか、もっとこう非日常を楽しみたいんだよね、俺は。つまんない日常パートは全部スキップしたいくらい。わかる？いや、聞けよ。聞いてるよ。あれだろ、特殊能力に目覚めて運命の女の子と引き合ったり引かれ合ったりとかしたいんだろ。何それ。そういうんじゃなくて、充実した放課後と休日を送るとか、そういうの。そんなこと言ってるけど、お前ここぞっていう時にノリ悪いじゃん。夏だってさ。あとさらに言えば、お前友達ほぼいないじゃん。今それ言うか。俺はいないんじゃなくて作らないんだよ。お前矛盾してんな。
まあもっといろんなやつと喋って仲良くなりゃ遊びにも誘われるんじゃないの、まあ、自分から誘ってもいいし。それができりゃ苦労しないよ。うん、なんか言った？何も。まあお前にはハードルが高いか。聞こえてんじゃねえか。じゃあもう逆転の発想、もう友達を作りません。うん、昔の友達と遊ぶっていうのはどうだ。昔は言ったんだろ。前にも言ったと思うけど、俺昔のことあんま覚えてないんだよね。何があったとか、誰と仲良かったとか。まあ幼稚園からの腐れ縁のお前は別だけどさ。だから昔の友達とか言われても。そっか。なら無理だ。諦めろ。居中間テストだろ。何のドイツ語？それ明日だろ。おい、死んだ？あれもしかして死んだ？今日だとは思わなかったんだよ。忘れたくない単語、忘れたくなかった文法、忘れちゃダメなテストの日ってか。おいおい、先日オールで乗り切ろうとしてたのに、できずに寝ちゃったと。昨日の記憶がまるまるないんだよ、マジで。今日変えようと思ってたから。ほら、それマジか。うん、まさか。でもなんだよ、もしかして頭いっちゃったって思ってんの？おい、これ見たか？君の名は？ちげえよ、よく見ろ。君の名パーだよ、君の名パー。君の名パー？変な名前だな、これ映画？今日見てこい、話はそれからだ。じゃあ俺はバイトに行ってくるので。君のナパとは、都会に住む男の子と田舎に住む女の子が夢の中で入れ替わってしまうという日本で大ヒットのアニメ映画です。最高だよな。俺ずっと前からチェックしてたんだよ。君のナパ？うん。見たんだろ？まあ一応暇だったし。でどう思った？どうって話も絵も曲もいいし面白かったよ。最後のタイトルの伏線回収が特に良かった。わかる。あのパの丸が実は彗星を表してるとはな。あの丸絶対下だろって思ったけど、あれはあそこにある敵だわ。うん。でそれもそうなんだけど、それが言いたいのはそういうことじゃなくてさ。この辺で会うなんて珍しいね。あ、そうですね。あ、おはようございます。おはよう。
そちらは学科の友達？ はい。どっち？すいません。はいです。はい。学科の友達です。先輩。ごめん、ちょっと急いでるから。じゃあまたサークルでね。なになに、お前挙動不審だぞ。あの人に弱みでも握られてんのか。なんでだよ、こういう時は普通なんか好きとかそういう、好きとかそういうあれね。いやそれは普通の場合で、今回は普通じゃないパターンなんだよ。先輩だし、きっと彼氏いるだろうし、あとサークル一緒だったけどあんまり喋ったことないし、それにあと俺みたいなやつに好かれたら。いいか、そんなことはどうでもいい。今日お前3限までだよな。終わったら並子庭園に来い。じゃあ俺はバイトがあるんで。なんで一旦学校来てんの？いいか、俺が思うにお前は誰かと入れ替わってる。俺が思うにお前は誰かと入れ替わってる。いや聞こえてるよ、あまりに話が飛躍しててびっくりしてんの。バカお前。いいか、俺が普段から言ってるだろ、常識にとらわれるな。言ってねえよ。とにかくこの時期に一日の記憶が全部抜けてるなんて、誰かと入れ替わってるとしか考えられない。無理やりだな。俺入れ替わってた時の向こうの記憶全然ないけど。それは最初だからだ。これから少しずつ向こうの記憶が断片的に残っていくはずだ。原作どうだよ。入れ替わってたら周りのやつが気づくんじゃないの。いいか、お前の記憶がないのは火曜日だよな。その日俺はお前に会ってないから俺にはよくわからん。その日は解析とパンキを一コマだよな。うん。なら、お前は普段から俺以外の誰とも喋ってないだろ。気づかれようがない。まあ、そうだけど、なんかムカつくな。別に毎日誰とも喋ってないわけじゃないからな。火曜はたまたま過ごす。それもどうでもいい。他に質問は？やっぱり、一度しか起こってないのに決めつけるのはどうかと思うぞ。結構無理やりだし。ノリ悪いな。じゃあもう一度同じことが起きたらどうだ、信じるか？そうだね、もう一回起きたら信じてやるよ。よし、明日いきなり入れ替わりが起こるかもしれないぞ。注意しろよ。朝起きたらすぐに夢の記憶を探るんだ、忘れんな。はいはい、オッケーオッケー。じゃあ俺サークリックを。絶対だぞ。ちゃんとあの先輩にも挨拶しろよ。うっせえわ。俺は変に意識して、春野先輩とはまたちゃんと話せなかった。まあそうなるよな。さて対策会議を始めようか。まあ信じるって言っちゃったからな。いいよ。よし、じゃあまずは分かりやすいように向こうのことをこれから仮に X ということにしよう。なぜに X？ 正体不明の人を X と呼ぶのはもはやルールだろ。あ、そうですか。じゃあ本題に入るけど、やっぱ最初は X との意思疎通が大事だよな。これは君の中と同じようにノートにお前は誰だって書いとこう。全部のノートな。あ、俺ルーズリーフ派なんだけど。ジンタ、今日からお前はノート派だ。ええー。原作には忠実にいかないとな。適当に改編して爆死してるアニメの実写映画化がいい例だ。分かった、後で買いに行くよ。お互いのこととか入れ替わり中のことを共有できる準備もしとかないとな。
X はお前を演じる上で必要としてるだろうし、お前も入れ替わり中に何があったのか知りたい。そうだね。これも君の場と同じように毎日日記をつけることにしよう。ちょっと俺調べたんだけど、この瞬間日記ってやつが一番原作に似てるからそれがいいと思う、うん、ただ原作みたいにどっちが書いたか言い訳できないんだよね。めっちゃ調べてんじゃん。日記のタイトルに絵文字つけるとかなんとかすればいいと思う。なるほど、それは考えとこう、うん、あ、そうだ、日記に向こうへの質問コーナーみたいなの作ってみたらどう？あ、いいね。それもいいんだけど、お前スマホにパスワードロックかけてるだろ。それ解除しておくの忘れんな。 X はこの2回スマホ見れなくて困ったはずだ。ほんとだ。うん、ちょっと待って、入れ替わってるとしたら誰もそれに気づかないってちょっとおかしくない？金曜は実験もあるし、さすがに誰かと喋ってるだろ。やっぱり入れ替わりじゃないんじゃ。細かいことは気にすんな。でもさすがに無理か。入れ替わってない、ただの記憶障害やる可能性を消せないか。まあお前のことだ。今日 LINE 送ってきたのは寝起きすぐで、いきなり30分後集合なんて言われたもんだから、適当に着替えて荷物もいじらずにそのまま来たんじゃないか。いきなりなんだよ。そうだけど、だったらそのリュックに入ってるかもしんないよな。昨日の授業の板書を写したルーズリーフか。それ見りゃ何かわかるかも。なるほどな。これが昨日のノートみたいだな。お前が取った他のノートは？これとかでいいかな。これ見てみろ。字が違う？昨日の方が丁寧だし、真面目なやつが取ったノートって感じだ。それに対してお前のノートはとりあえず写しとけって感じで適当。半分読めねえな。そうだね。まあノートの字が違うってことは、このノートから分かるようにお前は記憶障害ではない。結論としてやっぱりお前は入れ替わってるってことか。向こうはどんな子なんだろう。これの前前前世からの運命ワクワクしてくるな。いいね、乗ってきたね。いや、悪い、調子乗りすぎた、マジごめん。どうした？そのままでいいだろ。なんだよ、俺がお前がテンション上がってるの見て嫌いになるってか。いや、なんていうか。お前ってさ、最近流行りのインキャパリピだよな。え？知らないのか？思考と行動が一致しないやつのこと。本当は遊びたいしテンション上げたいのに、嫌われたらどうしようとか自分ごときがって理性に邪魔されて結局何にもできない。心はパリピ、行動は陰キャ。お前にぴったりだろ。まあそうなっちゃうのもわかるけどさ、いつまでもそのままじゃな。わかってるよ。でも はい、もうこの話は終わり。せっかくテンション上がってきたのに暗くなっちまう。まあ入れ替わりも確定したし、週明けにでも受験同じ班のやつに金曜のことを聞こうな。そうだね。他はないか。情報も少ないし、やれることはこれくらいだろう。よし、じゃあ最後にあれやっとくか。あれ？あれってもしかしてあれ？あれ。いぞ。もしかしてお前は？お前も言うの？ああ。あれ先の。お前が先の。先の。分かった。いぞ。うん。もしかしてお前は夢の中で？もしかして俺は夢の中で？入れ替わってる？そうやって俺の入れ替わり生活は始まった。
ノートを買ってきて、すべてにお前は誰だと記入した。日記も書き始めた。それを見て向こうも日記を書いてくれた。向こうが毎回タイトルに絵文字を使うから、俺は逆に使わないようにして、お互いの日記がどれなのか分かりやすくした。正直、書くような内容がない日が多いけど、それでも頑張った。心の世界の講義、周りは数人でグループ作ってたから一人で寂しかった。そんな固まらずみんなで仲良くすればいいのに、だって。小学生みたいな考えだよな。それだけ心の綺麗な子ってことかもよ。やっぱり X は田舎の子かな。俺らがいるのがまず都会じゃねえからな。逆に東京かも。逆パターンか。まあそれもありかな。見ろよ、 X がやった物理学実験のレポートもうほぼ完成してるぜ。じゃあそれ後で LINE で俺に送っといて。やだよ、自分でやれよ。お前だって自分でやってねえじゃん。やったのは X だろ。あいつは俺なんだよ。あいつのものは俺のもの、俺のものは俺のものみたいな。僕が期待しろ、キャバリピのくせに。よいなみ、こないだはありがとね。お前、どういうことだ。知らねえよ、ヘクスが何かしたんだろう。よう、いいんだよ、そのことは。お互い様だろ。よかったら俺にご飯でもどうかなって思ったんだけど。おい、どうすりゃいい。行けばいいじゃん。俺一人はまずいだろ。よかったらヒデ君も一緒にどう。俺、よし、そうしよう、3人で行こう。しゃあねえな。ん、ハルって誰だっけ。ハルの先輩、なんで LINE なんか。うわ、 X のやつマジか。電話、こんなに何喋ったんだよ。てかこのこと日記に書いとけよ。これが最重要事項だろうが。とまあ最近起こったことといえばこんな感じかな。まだレポート来てないんだけど。送ってないからね。小説ダメ絶対。自分でやるか。で、話は戻すけど、入れ替わりのトリガーは眠ること。どの日に入れ替わるかの規則性はまだ発見できないと。うん、やっぱり君のナパと同じように入れ替わりは不定期で週に 2,3 回なのかな。 X について分かったことは。日記は書いてくれてるんだけど、お前は誰だにも反応ないし、こっちの質問も基本無視だから、確定情報は何もなし。推測は。地面で明るいコミュ力モンスター。最強じゃん、うん、完全にお前の上位互換じゃん。だね。でもでもいくらなんでも俺の生活に早く慣れすぎじゃない。確かに俺もそこが引っかかってた。最近お前の言動とか行動に注意してるんだけど、入れ替わり中態度こそ変わるけど全然ボロを出さないんだよな、X。 そんなことしてたのか。うん、一度お前のテンションやたら高いから絶対 X だと思って聞いてみたこともあるぜ。お前誰だって。おー、攻めるね。で、なんで。何を言ってんだよ。僕はジンタに決まってるだろって笑顔で。どういうことだ。そこが謎なんだよ。人は嘘をつくときまず何か挙動がある。視線が右上に向いたり、瞬きが増えたり、呼吸が荒くなったり。でも X を見る限り何もなかった。普通じゃありえない。俺が考えた一つの仮説としては、 X はお前の記憶に干渉してるってことだ。それなら今までのこと全部説明がつく。おお、きっと入れ替わり中は X 自身の記憶とお前の記憶がごっちゃになってしまってるんだろうな。自分が誰なのか自分でもよく分かってないんだ。だから嘘と気づかず嘘をついてしまってる。嘘をついてるって自覚のない人の嘘は見抜けない。なるほど。つまりということ。バカだよ。うっせ、難しいわ。簡潔に言ってくれ。30字、いや一言で。そうだな、それじゃあ気にすんな。
すげえわかりやすい、ありがとう。お前は家帰り中のことなんか覚えてないのか？ほぼ覚えてないかな。それは学校？なんか嫌な雰囲気だった、そこにいたくないような。あと俺起きた時泣いてた。それってこれまた推測だけど、 X はもしかしたらいじめられてるのかも。そんな真面目だし、ゴミルクモンスターだぞ。出る杭は打たれる、よくある話だろ。俺にはとても信じられないけど、まあどっちにしろ俺は X に恩返ししなくちゃ。 X にはいろんなものもらったからな。なんか俺にやれることないかな。そうだな、日記に書いて聞いてみたらどうだ。それとなく今は返答ないかもだけど、もう少ししたら記憶の混乱も収まって帰ってくるかも。お前ならきっと力になれるだろう。うん、そうするよ。ありがとう。なんやかんや、俺の入れ替わり生活はここまで問題なく進んでた。入れ替わりが始まってから、俺はまずスマホで曜日を確認するのが日課になっていた。ん？寝た日が解析があった日だから火曜で、今日が金曜。2日入れ替わってる。おいヒデ、今日さ、え、もしかしてジンタ？うわ久しぶり、喋るの中学以来。いや俺高校は私立で別だったけど中学一緒だったじゃん。おう久しぶり。俺心配してたんだよ、あんなことあったからさ。でも元気そうでよかった。え、おいちょっとジンタ、ちょっと今忙しいからまた今度でいいか。いいけど。別に2日入れ替わったって大した問題じゃないし、わざわざ急いで言う必要もない。また機会があれば言おう、そう思った。よっなんだよそんなびっくりして前のカラオケ楽しかったよな、アンパンマンマーチ歌って泣くたかしの顔よ。たかしだけだよ。たかしだよ、アンパンマンマーチ歌って泣くたかし。情報量増えてないから。お前ジンタか？そうだよ。そうだ、あいつはそんなんじゃねえ。じゃあ俺の名前は？カラオケ行った日は？携帯見んなよ。遅いだよ。誰だお前。疲れた。なんだよあいつ。俺は俺だっつーの。寝ちゃってたか。え、もう9時から風呂入れなきゃ。
これ夜寝れねえぞ。マジかよ。ジンタン、おはよう。ジンタン、ジンタン、ジンタン、この前のさ、特権のレポートにしてくれへん。ジンタン、ジンタン、ジンタン、天才やな。ジンタン、今日何件終わりやったっけ。ジンタン、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 ジンタン。ウスジンタ。ウスじゃねえよ、どうなってんだよ。俺の呼び方だよ。これまで幼稚園からずっとジンタだったのによ、ここに来てジンタンはねえだろ。恥ずかしい。お前じゃねえよ、みんなのことだよ。なんだよジンタンって。お前が1週間前ぐらいから言い出したんだろ、ジンタンって呼んでくれって。懐かしい。俺が自分で。違う、それは X が。 X？ それよりもお前、今日のデートの方が大事じゃねえの。は？デート？何の話だよ。お前が。俺が春の先輩と。春の先輩と。こんな格好でいいのか。おしゃれしに帰ったか。俺は誰だ。お前は誰だ。なんだ。なんだよ。俺はジンタだ。俺は俺だ。言ってた話なんだけどね、確かめてみたらやっぱりそうだったの、ジンタ君の言う通り。ああ、そうですか。ジンタ君はここよく来るの？いや、別に全然。ああ、いや、よくわかんないっす。どうしたの？今日はいつものジンタ君じゃないみたい。いつもの俺ってどんなやつですか？え？先輩にとって俺ってどんなやつなんですか？本当にどうしたの？大丈夫？すみません、具合が悪いんで帰ります。今日はありがとうございました。え、ちょっと。最悪だ。入れ替わりの期間、最初は1日だけだったのに、そこから2日になって、その次は2週間。次俺が眠ってしまえばどうなるんだ。次はどれくらい入れ替わる。1ヶ月、半年、1年。もう二度と戻ってこれないかもしれない。5月31日、かっちゃんとたかしとカラオケ、超楽しかった。これからアンパンマンって聞くだけで今日のこと思い出しちゃうよ。バイト仲間でバーベキュー、なかなか火がつかなくてマジ焦った。放課後学科のみんなと USJ、 やっぱりみんな最高だ。次は絶対ハリドリには乗らない、怖いから。
僕はジンタに決まってるだろって笑顔で。どういうことだ。そこが謎なんだよ。人は嘘をつくときまず何か挙動がある。もう X を見る限り何もなかった。普通じゃありえない。あの時ヒデは X が嘘をついている前提で話してた。なんで嘘だと決めつけたんだ。なんで X が直接くれた唯一のヒントを完全に無視したんだ。なんでこれを他人との入れ替わり現象だと思った。もしかして X は。いやー俺心配したんだよ。あんなことあったからさ。でも元気さでよかった。これまた推測だけど X はもしかしたらいじめられてるのか出る杭が打たれる。よくある話だろ。そうだ、思い出した。俺はいじめられてたんだ。人は嫌な出来事や今まで忘れてたんじゃない、わざと忘れたんだ。思い出したくなかった。辛くて目を背けた。逃げたんだ。俺は都合の悪いことは全部忘れて振り返ることをやめた。それなのに過去に縛られて前も向けなくて下ばかり見てたんだ。お前ってさ、インキャパリピだよな。そうか、 X は俺に一度振り返って前を見てほしかったんだ。今までありがとう。これからは俺が。春野先輩、おはようございます。すいません、呼び出しちゃって。おはよう。ううん、どうしたの。この前はすいませんでした。俺が誘ったのにあんなテンションで。全然、あの時は具合悪かったんでしょ。しょうがないよ、顔上げて。それでですね、もしよかったらなんですけど、もう一度どこか遊びに行きませんか。あ、嫌だったら全然断ってもらって大丈夫ですんで。はい。いや、なんか仁太くんやっぱり変わったね。前はもっと明るい感じだったのに。うん、その感じもいいと思うよ。またどこに行くか考えて LINE して。じゃあね。なんかさ、ポンってさ、何のポンか知ってる？ポン？ポン？ポン酢のこと？あ、うんうん、あ、そうね。ポン酢、ポン酢、ポン酢のポン、ポン酢のポン。考えたことない。いやそれな、まあ、考えないよ。そうだ、マージャンのポンってあるじゃん。マージャンのポンある。あれ関係あるのかな。確かどっちも中国から来たもん。ああ確かに。中国のものか。いやそれあっちゃう。そこは日本のポンや。日本のポンか。日本のポン。それは危ないわ。おはよう。おはよう。え？思いついたんだけどさ。あのさ。みんな、自分から言っといてなんなんだけど、これからは俺のことジンタンじゃなくてジンタって呼んでくれ。あと、今からの俺はこれまでの俺と少し違うかもしれないんだけど、これからも仲良くしてくれると嬉しい。どういうこと？
イメチェン宣言ってわけね。いいよな、みんな。そんなことよりジンタ、あのさ、ポン酢ってあるじゃん。あれのポンって何？さっきからさ、みんなで考えたんだけどさ、わけわかんねえよな、なんだよポンって。俺も気になりすぎて、次の授業も寝ちまうわ。無理。いつも寝てんだろ。俺なんでか知ってるよ。知ってんの？え、何？教えて、教えて。え、何？いいか、あれはな、